はい。お元気さまです。くるみじしゅの平です。えー、本日はですね、えー、旧大とか広島大学とかを、まあ、その対策をする上でですね、えー、赤本よりもいいものがありますよ、ちなことで,ですね。まあ、それちょっと紹介しておきたいと思います。はい。まあ、もちろんね、赤本とかはやった方がいいんですよ。 赤音とかはやっていいんですけれども、さあ、今日ですね、えー、お伝えしたいことなんですけれども、えーまあ、ちょっと私がですね、そうやってこう、当心衛生予校の方とかが来られて、えー、いろいろねあの、相談されたりするというふうなことがあったりするんですけれども、結局、うまくいってないというわけですよね。うん で、なぜうまくいってないのかっていうのは、今から解説するようなことができてないというか、いや、あのー、解説したんですよ。解説してですね、えー、こういうふうにやったらいいんですよ、ちなことで話をするとですね、いや、そんなことはやれないとかいう感じでですね、言うわけですよ。なんでだということですね。はい、ということでやっていきましょう。さあ、えー、まずですね、えー、これからいきましょうか。九大のやつからいきましょうかね。はい。 えー、これです。さあ、ということで、えーまあ、赤本と青本というものがあります。ねえー、過去問集図ですね。そうすると、えー、赤本はもう皆さん分かっている通り、左側にあるんですけれども、まあ、右側に青本というのがあるわけですね。で、寸大予備校のやつですよ。 これ一体何かというと、まあ、駿台予備校のプロの方が、えー、旧大の学問を解いてくれてるわけですね。で、えー、左側の方は、赤本っていうのは、誰が書いたのかわかりません。はい、名前書いてないですから。うん。だから、名前を出せないような塾予備校の講師なのか、あるいは、まあ、 大体多いパターンが大学生のアルバイトが書いてくれてるようなところがあると思うんですね。はいということで、まあ、前にもお話したんですけれども、まあ私の教え子で、えー、防衛大学に進んだ子がですね、防衛大学を辞めて、えー、途中でですねついていけなくなって、もうすぐ入ってすぐ辞めて、これで、えー、浪人しますということで、私のところには一切ですね、あの あの来なくて、まあ、やすいその浪人したからですね、もうちょっと投資遠征予備校には通いたくないなということで、えーまあ、三大予備校の方に行ったんですけどですね、まあ、その時に彼は、その、 防衛大学を辞めて早稲田に行くっちゅうなことで早稲田に一年浪人して行ったんですけれども、まあ、その時にですね、赤本やっていたらもう全然答えが違うというかその解き方が違うというかわからないっちなことを言ってですね、はい、でその私が解説してたんだけれども防衛大学受験だったからあんまり関係なかったんですねというのもさっき見せた青本ですねあれをやっておけばあちゃんとねプロの人が 書いてますので、えー、解き方とか答えっててあんんまり間違ってないでですよ。でも赤本の方はねそうやって大学生のアルバイトとかがやってたりしてこれでもう答えが間違ってたりとかね解き方がおかしかったりとかいろいろあるわけなんですよね、うん、だからまあ青本の方をやりなさいとで佐賀西高校なんかはもう九州大学を受験する生徒たちにね、えー、何人受けるんだっていうことでもう全員学校の方で一括してねあの 青本買ってあげるから赤本なんか買うんじゃないぞみたいな感じでやってるわけですよ。だからあれだけ9大の合格実績が出てるわけで、地元のね、明泉高校とかそんなことやってませんから、明 <laughs> 泉高校の生徒たちが赤本やりながら <laughs> 全然わからないみたいな感じでね、なってるんで、まあ9大になかなか受からんと、明泉高校の子はですね。はい。というようなことがありますので、まあちゃんとね、ここら辺はあのもうすぐ。 えー、過去問集とかも買うだろうと思いますんで、過去問とかを、ね、買うときには、まあ、少なくとも青本は買っときましょうねと。まあ、その上でね、えー、赤本に関しては、まあ、あのー、滑り止めの大学とかね、熊本大学とかなんとかそういったところを受ける上で、まあ、買っとった方がいいですから、まあ、そういったところならね、そこまでないです。あの、難関レベルの大学になると、やっぱ入試問題は難しくなりますから、そういうね、大学生のアルバイトとかがやってみても、全然解けてなかったりとかするわけなんですよね、そういったのはね。 あります。はい。ということで、そこは一つ押さえとってください。よろしいですか。はい。ということで、えー、そういうことをで,ですね、まあ、当心園整備校の そういうね、うまくいってないんですよとか言って、やってこられるような方にですね、解説すると、話をすると、とんでもないと、ね、それ寸大でしょうと、うちは投神なんですよと、ね、寸大なんかの勧進められるわけないじゃないですか、みたいな感じでですね、<laughs> ダメだこりゃ、みたいな話で,ですね。もう最初からダメなんですよ。だからそう、今の話ですよ。今時の話で、ね、そんなね、1990年代とかの私の、私が闘神やってた時の話じゃないんですよ。最近のそういう話です。はい、もうそんな感じでですね、 もう全然ダメなんですよ。もう当進衛生部校で、ね、せっかくいい授業とかを提供してもらってるのにもう進路指導とかねそういうふうなその教科指導っていうかですねそういう勉強の仕方とか、まあ、そういったことを教えるようなことっていうのができてないわけですよ。いやできてないっていうかできてないのはしょうがないですよ。できてないからそうやってね私のところに習いに来たりするんでしょうからそれはそれで素晴らしいことだと思うんだけれどもせっかくそこまであるのに、ね、私がこうやって話をするとそんなことできませんとかいう感じで。 <laughs> やりだすわけですよ。これ困ったなーってなことで,ですね。もう生徒たちかわいそうになーってなことなんですけどね。うん。まあそれなりの塾さんですからね。はい。そういったところ。今時き当心演奏を入れてるとこっちゅうたら、もうそれなりの塾さんですから、ちゃんとですね、そこら辺できてないと困るんですよ。はい。さあ、ということでですね、じゃあその9大以上ぐらいしかね。 9代以上の大学ぐらいしか、その、青本は出ていないんで、まあ、例えばね、まあ、熊本大学ぐらいだったらね、もう赤本でも大丈夫なんですけども、さあ、広島大学とかっていうふうなレベルになってくるとね、ほぼほぼ9代くらいのレベルの大学とかになってくると、赤本大丈夫なんですかっていうようなことですね。あります。ということで、えー、一応、広島大学とかを受ける生徒が、うちの場合はね、うちの場合は、この河合塾の、 これを、えー、広島大学とかを受験する生徒にはおすすめしてます。よろしいですか、まあ、こういうふうなのがちゃんとあるんですよ。そういうね、あのー、ちょっと赤本だけでは足りないかなというような感じのですね、そういったレベルの大学に関してはそういうふうなものを使いましょうねというようなことですね。よろしいですか ああいうふうなのを見せると、うちは河合塾じゃないんですよみたいな感じでね、うちは当心なんですよとかいう感じでやっちゃうもんですが、だから私は繰り返し言ってるように、まず最初は当心とかじゃなくて、ね、あの、武田塾から入んなさいっていうようなことでね、武田塾を最初にやっておくと、そうやってね、あの、これを使い、河合塾のこれを使いなさいとか、住んだ予備校のこれ使いなさいとかいうような感じで、ね、最初にガチ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 っていうふうにやらされると思いますので、もう武田塾とかやったらね、そういったところは全然ありませんから、もうあの、なんちゅうか、 あのうちと同じようにね、えー、ちゃんとあれもこれも使うっていうな形でやってるはずですから、まあ、そ,うかそういう形で、もう有無を言わさずね、えー、参考書や問題集をやらせておいた方がいいだろうというふうに思います。はい、ということでですね。 あのこれはこの前にもお見せしたと思いますけれども、まあ、青パックとか緑パックとかね、河、え、合、ー、塾のピンク色のパックとかですね、いろいろ、えー、共通テスト対策のパックとかがありますから、やっておきましょうね、ということは、この前の動画であげてたと思いますから、見といてくださいねと。はい、それから、えー、っと、何ですかね。 まあ英語に関してですけれども、共通テスト対策の英語ばっかりやらされていると思います。ねえー、そうなると、共通テストの英語っていうのは、やっぱりどうしてもですね、えー、まあ、あのー 教文読解ばっかりになってしまいますから、まあ、英文法とか語法とかどうすんのね。えー、イデオムとか会話表現とか、そう書いてますけどね。まあ、発音アクセント載ってたかな、これ。<laughs> ということで、えー、例えばね、えー、おすすめとしては、まあ、そういう西南とか副大とか私立大学とかをね、受ける場合には、こういう英文法ファイナルっていうのがありますから、まあ、あくまで標準編ですよ。あの、赤色のなんですか、あれ、上級編、ああいうのはおすすめてませんからね。はい。 桐原書店じゃないですかっていうような感じでね、あの、A 品とかっていうのはもう本当あんまり良くないっていうようなことで、まあ、皆さんご存知かとは思いますけれども、しかし、A 品はちょっとね、あの、即戦ゼミはイマいちなんですけども、桐原書店の今のね、え英、ー、文法ファイナルはこれ素晴らしいです。よくできてますので、これはおすすめですよということでね。はい、ということです。さあ、それからもうちょっと話しておきましょうか。えー、っと、 これですねまあ、最近、武田塾なんかでも紹介するようになっているみたいですけれども、こちらの地理ですね、河、え、合、ー、塾の伊藤先生の地理の、えー、やつですけれども、まあ、こういうふうな見方があるということで、別の見方から、ね、切り口がちょっと変わるような形で勉強すると、これね、地理がちょっと伸び悩んでいると、夏休みの間頑張ったけど、ね、7月、8月頑張ったけど、9月全然結果が出なかった地理はという人たちは、ちょっとこれ見てみてください。はい、あの目からウロコだと思いますすす、はい、これはおすすめです。 はですねそれから左側、科学、これはもう布設高校の生徒たちが結構やり込んでるやつですけれども、えー、寸大だったかな、寸大の西村先生だったと思いますけれども、まあ、一問一答っていうやつをですね、えー、西村先生、寸大の西村先生が科学で出してると思います。これちょっとあの古いやつだな、きれい、新しい綺麗なやつがあるんだけれども、まあ、そういったやつがおすすめですよということですね、共通テスト対策っていうよなことですね。はい。 それから、えー、私が何度も言ってるように、まあ、共通テストの数学、めちゃくちゃ難しいですから、数学に自信があるという人はね、さっきのセンターパックでもいいけれども、まあ、これやっときなさいよと、ね、共通テスト用のね、ね、えー、数学の偏差値が70代、80代向けのやつですけれども、はい、まあ、えー、大学への数学のね、東京出版が出している、えー、共通テストの必勝マニュアルがありますから、まあ、こういうのをやっときなさいよね、というようなことですね。はい。 からあとは、えーっとまあまあ、私はね、あのー、高校生の時に数学の偏差値は70代とかね、もう凄まじかったけれどもしかし、えー、数学に関しては、えー、必ず教科書ガイドを私は。 持っっててましたはいこうやってね教科書ガイドで勉強してましたよということで教科書ガイドをね私は学校に持ち込んで学校で授業中にですねもうあの授業の進路が遅かったですからもうどんどん,かどん,どんかやっていってました教科書ガイド見ながらですね。ねでもさっさと数学3とかぐらいまではもうあの10月ぐらいまでに終わらせてました、うん、もう全然終わってくれない学校でしたもう2月になっても数3が終わらないみたいな状況だったんですよ。私が あの通っていた高校はねと、はい、というこでで自分でやってましたただね、ああいう教科書ガイドとか学校の先生とか取り上げたりしますから、これはねあの、学校の先生に見られないように気をつけましょう。ということで、今日の内容に関しても、ね、そうやって通っている塾とか予備校によってはね、そういうような、あの、 寸大の青本とかはだめだとかね、えー、河合塾のそういう広島大学対策のやつはだめだみたいな感じでね、そんなのはね、うちの塾予備校では、他の塾や他の予備校のやつは使っちゃいかんみたいな感じでね、やってるような頭の硬い塾や予備校ってあり,ますありますからね、気をつけてください。そういうの見せあの見られてしまうと、あのその塾の先生とか予備校の先生に取り上げられてしまうとかいうこともあると思いますからね、気をつけましょうね。はい、ではこのねグルメ実習術が進めてるるからこれやるんですよ みたいな感じで言ってもね、ふざけるなみたいな感じでやれちゃうようなことはありますから、気をつけてください。はい。見られたらいけませんよと。ね、あくまで極秘に秘密で自分なりにね、あの、やっておくっていうことが大事ですよってうとこですね。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていけばチャンネル登録お願いします。下の方には、私のブログ、お便りシート、電話番号などありますの、ね、で、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。